やあみんな、私はプログラミングマスターのドクター D だ。第3回目の今日は、MBOT のプログラミングを実際にやりながらポイントを説明しよう。今回はこの動きをプログラミングしてみるぞ。手を動かす、音が鳴る、光ると基本の動作だけでも組み合わせの仕方で面白くなるぞ。では早速プログラミングに挑戦してみよう。まずはタブレットまたはスマホと MBOT を同期だ。このように同期をして、同期ができたらプログラミングを始めるぞ。さあ、これでプログラムが完成したぞ。ちゃんと動くかな？できた。みんなもできたかな？なんか変だなと思ったら、この映像をもう一度見返してみよう。じゃあみんなにテストを出題だ。では、みんなにプログラムしてもらうのはこの動きだ。わかったかな？じゃあ、スタート。1分でできるかな？おさらいすると、胸のライトが3回光ってから、その後手を上げてブザーを鳴らす。最後にライトが消えたね。じゃあ答え合わせだ。まずはライトのプログラム。手を上げているのはブザーを鳴らす。そして最後にライトを消す。これが答えだ。できた人も今回はうまくいかなかった人もいろいろチャレンジしてくれ。自分好みにカスタマイズした MBOT に合わせてプログラミングを工夫するともっともっと MBOT が可愛く思えるんだ。アイデアコンテストに応募された作品はこんな動きもプログラミングされているんだよ。
ぜひみんなもこれからカスタマイズやプログラミングにいろいろ挑戦してプログラミングライフを楽しんでくれ。それでは今日はここまで。また会おう。プログラミング終了。